はい、やっていきました。これはね、ワイヤータープの進化系です。何やってきたの？保安官オッケー、オッケー牧場のこれもう主ね。牧場主、めっちゃ学校やろ、牧場主に。ただスピードめちゃくちゃタスカンがね、これなんか450までいくらしいんですよ、スピードタスカンしたら120上がりましたから。タスカンするには100人あと30ぐらいいるんですけど、ちょっともうなかったんでね。どこ行くんや？どこやの、これアジンキラー M やから、そっから何持ってへんの。まあ、串田行きたいとこやけどな、ほんでないかな、あ、でもアジンやったら、ワイヤータープ。え？あー、私こいつアジンやわ。こいつでもアンジワープいるくない？俺もっとうで、2人マジで。こいつ行く？じゃあ行きますか。お前俺も2人アンチワープやで。こいつダメージオール、あ、ダメージオールか。誰やった？俺出すやん。あ、ジークリーとかですね。ジーク出すわ。何のザコ出すんけ。いや、ザコじゃないから、あいつマジ。いやもうしょうもないの出すな。やめしこらん。あいつだいぶ強いぞ。それしこらんの。おらへんで、ほんまに。ワープいるかな。あれ、なんか間違えた。ちょっと待って。いやちょっとこいつのね、どうしようスピードを生かしたいんでね、やっぱり。いやもう募集するわ。誰行こうかな、わしは。よし、行こう。ここで行こうかな。ここ強かったからな、結構。ただ案外ね、でも結構適正パーティーとか行ったら楽勝で行ってまうから、ほんまに。それ狙います、今回は。楽勝っすか。俺は狙いません。え？いや、狙わなあかん、そこ。はい、行きます。ジュリエット、最強やから。ジュリエット勝てるか分かんない。マジで誘導コンボ最強なんやから。アンチダメージオールやから。誘導コンボ見てん、強すぎだよ。見てよ、一発1万2000のホーミングみたいな、こっちは。ホーミングではないやろ。いや、ホーミング持っとうで。持っとったっけ。ダブルやからな。だからあんな強いんか。トータルで23万ぐらいあるからな。やばいな、強すぎ。オッケー牧場の決闘ね。スピードを生かした。ワイヤットアップバズ、ワイヤットアップ。もうここ全員通ってきた方がやろ。ゲージもないんやな。え、おお、めっちゃ早いな、これ。いやいや、確かにええな、これ、ね、回復し徐々にしていかないと。そら、こいつ強っ。回復出てこいんやろ、ここって。出てこへんぽいけどな。あー、でも、まさかアジンとアジンなんで、まあ食らうことは食らうし、こっちもね。オッケー。なんかお前アジン嫌いやもんな。これ嫌いな、完全に。そう、何やったっけ、友情コンボは。友情コンボは18発か。間入れって。オッケーオッケーオッケー。これでも HP をて回復してるな。全員食らうっていうね。コウ君回復してて。コウ君、コウ君、お、行った行った。ナイスコウ君、ホーミング、ナイスコウ君。誰やねんコウ君で、お前。お前誰か教えてほしいよ。教えてほしい。うん、君ですよ。誰行ったれ、世界が引っ張れ。当てたお前やろ。いやいや、じゃあ、あのハニービー行ったれ。すごい強っ。そんなザコに倒す意味あった？いや、だからメディオに当たるためやって。横の方が良かったから。ちょっと微妙だな、さっきのは。ほんまにやり直せ、人生やり直せ。いや、微妙いぞ、そっちも。オッケイ、大概にしとくよ。2200。もうええわ、これ倒すわ、そっちに。ここ行け。何しとんや、倒せ。オッケー。何しとんや、ここ。ジークフリーでやっぱ強いわ、これ。俺らがあんだけ課金したからやったっていうレベル持っとわ、こいつは。最近ジークフリーって結構出番多いからな。最近では、今回のあれか、ホーリークエですね。よっしゃ、結構使えますね、うん、ジーク結構使えるんですよ。アラジンからな、基本は。正直アラジンの上は思うけどな、俺は。ジークフリーより。アラジン最近見えへんけどな、どうしたかな。あれ使ってんだけど、これさっきあれを割らないと思うんですね。割る、この上倒しとくもダメージ。いや、倒さんで大丈夫です。大丈夫な、はい、そいつは無視して大丈夫です。これやな、下これがだから回復出してくれないと。ヒーリングを、ほんとに、わかる。そうそう、こうか。逆にあの右を倒してしまうとワープ絶対来るんで。ワープな、多分これボスを倒したら行って、この右で連れて行かれるんですよ、一緒に。あ、そうなん。ほうほう、それも知らんかったんだよ。そういう仕組みだと思うんですね。もう狙っていこうぜ。うわ、やった。オッケー。あいつ当てろよ。まあ強いって。こいつ焦んなよ、全員ダメージドラ持ってるんで。ほうほう、焦んな、行ったれ。もうこれ普通にもう、跳ねるんかい。逆に逆にや、逆にきついわ、ほんまに。危ない。いけるわこれ。ワイヤーってお前ストライクショットは
あ、これだ、オッケーオッケー、ヒーリング。それでも倒して、うわーうわ、強っ。あ、でも水持ってないやん。持ってん。横で行きますね、横で行きますね。負けんなよ。はい、オッケー、いいね。オッケー、ちょっとヒーリング欲しいとかやな、これ。ヒーリング行こう。オッケー、もう一回、もう一丁。オッケー、まあ、行きますね、行きますね。キープアクション。結構やな。もう一回、もう一回行こう。何歩でも行きますね、これで。もうマックスまで行きたいですね。オッケー、行ったれ。スキルだな。スキル、オッケー、やったかな。もう一回、ドリア。まあまあいいや。まあほとんど回復したんでね。かまへんがな。おっ、すずじゃないやろ。ずっとああいうのをしていったら、まあほとんど HP も減らずにいけるけど。あ、ここね。あ、ラッキーラッキー。ラッキーるやん。回れまでやん、これ。めっちゃすぐ溜まるな、ワイヤットで。これワイヤット何やったっけ、ストライクショット。プレイヤー最初的にやったら、拡散弾で追い打ち。あー。強っ。あ、バーン。やばいやん、ジーク。あ、ボス来た。ジーク強かったか、さっき。ジークやろ、さっきのは。間違いなくよ。あっ。おあー、弱点怖いな。うーわ。横でやんの、これ。これ倒す、これやって、これ。これ倒すやん。シーリング出ないんで、これ倒したら。右下も置いといて、こういう風にいったら、入ると思います。抜けた。おいおいおい、もう中途半端なんか。中途半端大嫌いや。嫌いな顔やわ。顔顔嫌いな顔とかじゃないわ、別に。はい、オッケー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 、出ますよ。回復しながらですね。こういう力だけ異常に高いな。やばっ。そうなんすよ。横でも回復しまくろ。ジュータダルじゃな。いけ、もう一丁。あー、もう微妙やったな。やめろ。オッケー、ジークだけや。もう回復や。もう弱点ある。倒してもいいけどな、別に。ダメージオール下に行く。それとも、どっちめで。ダメージオール貼られたら厄介やけどな。あ、まあすぐ溶けるんか。回復しながら攻撃するか。オッケー。当たれ当たれ当たれ、あいつ潰せ。欲しいな。まあ、俺回復結構できそうかな。こいつ攻撃力ほんま高いな。あー、縦で縦やな。上入ったってやがる。上入るで、まあ回復しながら。あ、ミスった。まあまあいいや。ほんまミスった。ほんま早いな、ほんま。マウスめっちゃ速い。スピード速いからな、ほんま。最速近いよ。あ、痛い。はい、1万くらい。何も持ってノーアビリティやからこその良さ。能力の高さ。あー、それはあれやな。オーケー。もう一回進んでます。オーケー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 。痛い痛い痛い。やべえ、やば。こいつも横やわな。こいつも長期戦なんすよな、ほんまに。オーケー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 。よし、いい感じ、いい感じ。オーケー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 。まあ、大丈夫か。ワープ。まあ、ゆいちゃんも知れてるワープだから。ほんまにでも強いやん、1万5000で。やばいやろ。こいつだからやばいな、ほんま威力が。あ、消えた、ヒーリングが。消えるん。かなりやばいぞ。消えたんすよ。オーケーオーケー。もう一丁、もう一丁。あ、これまずいな。これまずいけど、いけるやろ。いや、これが強すぎんねん。回復は。あ、もう回復2個取りで。オッケーいけ、とりあえず1個目取りいこう。上から。でかい方っす。でかい方。これはいけるでしょう。いいですか。いけるでしょう。え、ブスやろ。いや、これ取る。取ってくれ。あー、でかい。うわこれは。この水痛いな、ちょっと。痛いなこれは。やばい、これちょっとでかいぞ、ほんまに。いや、でもなんとかいけるやろ。うん、これでかいぞ、ほんまに。いや、集中しよう。回復ある。これ負けたな。いや、負けてへんやんけ、まだ。俺いざとでもストライクショットもガンガン使っていこうだもん。いざとなったらやん。頼む頼む頼む。はじめが使っとかんかい。こうやって。ただただ、これ攻撃高すぎんだよ。マイター攻撃やん、あのちまちま攻撃が。もう使うこれ。使うの無理やわ。横入る。入ったれ。いや、ザコ倒すのがほんまエグいことになって曲がるな。そう、ザコ押さきた。違うから。あ、バルメンク。あれ壊すんすか。早く取ると。みんな食らってない。倒れません。くそー、やめてくれ。最終ゲージもだいぶエグいんすよ。やばいやばい、これやばいやばい、これめっちゃ強いな、こいつ。あー、もう行くしかねえわ。倒す、行こう。ボス倒そう、それで。オゲイトー、こいった。ジーク、ジークの絶対行くよ。うそ、うわ、マジちょっと、そっち今ちょっと来ました。マジで強っ、これめっちゃ強い。3万くらいよ。こいつめっちゃ強いぞ。こいつやばいな、攻撃力が。ちょっと今の
まあこっち水一人もおらへんっていうのもあるやろな。コンティニュー、あザコにマッチショットもうこれ倒すぞ、これでしちゃいましたね。上から行く、上から行くか、せっかくでつけすぎっす、これぐらい時間か、はよこれぐらいか、何しとんねん、そのこれぐらいか、おかしいやろ、場所頼む、やばい、角度おかしい、あーどんなこと言ってる、あーオッケー、まあまあまあ今頃かよ、大丈夫です、今頃かよ、ストライクショットやばいよ、これツッコミやな、スーさんこれバタスーバタスーゲゲゲバタバタバタスーザンバタスーフォーミング強いな、結構でもバタスーこいつの次は左下に出てくるかな、これラストやったっけ、ラストっすね、じゃあもうこれストライクショット使うな、俺の全員使うじゃん、もうなんだやったっけ、これでも全員行け、全員行け、違いますよ、これ使ったら行け、行かんかい、うち入れんかな、これ無理や、行けよここやめ、おいもうそうねおい自分が見たら何が、うわ、オッケー、倒した、あー、倒したあ、ワープ来るんだ、ワープだ、もうダーリーさんね、邪魔しいやな、これやばい、どんだけ強い、これ、こういうやばない、やばいって、これ行け行け行け、ワープ倒そう、ワープ登りますか、ワープ登っとこ、一発もガチでボコリ行く、ガチでボコリ行く、そんなボコリ意味あるないぞ、こんなボコリ絶対ガチでボコリに行きましたよ、オッケーオッケー、強っ、あ、なんかワップ消えるやろ、あー、キュイー、これ弱点来ちゃう、うわあ、あ、いける、え、当てられねー、これはいや、こっからファンファンファンでいけるかもしれない、無理や、あー、いけるか、無理無理、どっから行けば、いけるからやばいけどね、まあ、ジーグリーとかいける、いや、わからん、いけるかもしれない、もしかしたら、え、ギリギリいけるかも、確かにこうやってこうやって、あ、いけるな、いけるよ、まとめて捕まえる、いたー全然食らってない、弱えやっぱいったな、弱え8じゃない、やばいやばい、これぜ、ニコンはやめたい、このパーティーニコンっすか、これエグいっすよ、ほんまに頼む、このパーティーニコンはエグいっす、おっ無水なの、これやばいじゃない、うわ、強っ、強っ、これこれ3万くらってくる、もう強すぎるってこいつマジで。やばいな、2個仕方ないか。強こいつ。3万はさすがに仕方ないか。うなれ。こいつ逆に濃厚いくのめっちゃむずいんちゃう。まあまず水で固めなあかんやろし。これ固めてもいけましたけどね。ルシファーとかね。いや、ジークフィード3体でアラジンで。あ、カツカツっすね。カツカツなん。僕はカツカツです。じゃあウィンディアとかこいつ。だからダメージオール持ちの。あの剣心やろ、やっぱ、あ、剣心でターン遅らしていけるんじゃない、こいつもしかして、ああ確かに剣心に勝たやろ、これ剣心なんかこいつやばいな、もう攻撃力が、あ、剣心やわ、絶対これもう異常やな、これ剣心使っていけるやろ、時代に上杉さんで、剣心俺2枚持ってほしい、剣心ウィンディーネぐらいでいけるんじゃない、うん、剣心にウィンディーネぐらいで全員防御型対戦だって、やっぱ2個もか攻撃高いな、ほんまに強かったな、こいつ、あ、レーザーがね、ちょっとこれはひんのかよ、しかもオッケー、牧場はこの何の動画か忘れちゃいましたね、過去トップクラスむずい、キスラフォーむずいな、氷の中やったら異様な攻撃の高さ、何の動画か教えたろか、進化です、進化の使っとったっていうねこれ名前何だっけ、ワイヤットアップの進化の検証、ただまあ、3万食らわせられるっていう、うん、やっぱこれ、あれやな、バジンキラー相手ついとうからさ、おやめろお前で、ストライクショットはそんな威力はね、強くなかったです、あ、でもホーミングはまあまあ強いですけど、言っても知れとうかなっていう、まあ、スピードだけやったら速いっていうのは特徴ですね、明治も片足を手を置いておいたら、はい、というわけでね、まあこれ進化で神香が残されてるんで、まああんまり期待はできないですけど、やばいな、さっきの神香の方が強いんじゃなかったですか、カウンターみたいな、嘘、カウンターだけ確認だけしようかな、わかんないですけど、適当に言いました、適当に言った、はい、なだなくで神川元アビリティ、こいつ対野人、え、何持ってんやん、こいつ、スピード遅っ、スピードめっちゃ遅いぞ、めっちゃあかんやん、これやばっ、せっかく上げたのに、俺タスあんだけ言ったのに、あれ全部、いや、絶対あかんやろ、そんな俺以外の人がこれ作れよ、ほんま俺絶対作らへんから、ちょっと弱ない、何弱いやろこれ絶対、神化する意味はほぼほぼなくなりましたね、多数のホーミングダウンを放つ、もういいんじゃないですか、もうええわ神化、だって俺こんな使ったのに、こんな、
スピード148で話しじゃないの俺多数のホームインダーを放つ絶対かまあ分かんないですけど、まじこっちの俺のやつはもうさせないですけどね、もうこいつは話したと、進化は一応ね、まあ、残しておきます。まだ神川もあるかもしれないので、期待してください。まああとこいつのね、ノーコンスピクリ、また、やるんで、それも動画撮ろうと思ってるんで、ぜひ見てください。というわけで今回は終わります。ありがとうございました。